輝き流星記ナーガスは、増田春彦によるファンタジー漫画。1991年、エニックスの漫画雑誌、月刊少年ガンガンが創刊された際に、ラインナップの一つとして連載が始まる。以降、1994年10月号に至るおよそ3年間、連載を続けて、大団円を迎え、作者の全作品中、最長連載記録を誇る。 作者のガンガン掲載作品群の中では一応の決着がついた唯一の作品ではあるが、これでさえも明かされるべき謎がいくつも見受けられ、特に終盤は連載終了を急がされたことが察せられる。元々の企画では、浦島伝説、ナーガスというタイトルであり、タイトル通り、竜宮城の登場は初めから決まっていたという、編集上より、 おとぎ話をストレートにやってはダメという意見が出たため、今の形になった。また、作中に宗教ネタが挿入されているが、こちらも企画段階から入れる予定であったという。主人公、竜明を中心とする家族構成は、ケルト神話の光神竜を中心とした祖父殺し神話をモチーフとしている。作者の得意とする モンスターキャラクターのセンスと趣味が大いに発揮されており、登場キャラクターの過半を非人間型キャラクターが占めている。コミック版は1991年、エニックスより新書版サイズで発行された。全球巻構成。本作の舞台は現代日本及び魔世界である。現代日本は現実世界とほとんど変わりがない。魔性界は血、水、炎。 風の四回で構成される魔人の世界である。魔人とは人間たちから見た神ないし悪魔の総称であり、大自然の営みを司る自然神を指す。魔人は己の属する境の精霊の力を持って自然の営みの調整を行ったり、敵を撃つ力となしたりする。本作開始直前において魔生界の王は水魔人である竜王ラージャスが務めていた。 その地勢は五百年に及び、その間、魔性界は平和であった。だが、近年になって、自然破壊により、ラージャスの力の衰えが著しくなると、炎界より、魔性界制覇をもくろむ魔人が台頭した。炎界の高位魔人バグーラである。バグーラは、エンマ神たちを率いて、竜王の本拠地である水海へと進行、壮絶な一気打ちを経て、遂には、ラージャスを下し、 新たな真正解の王となった。だが、竜王は死の直前に龍一族に伝わる伝説を残した。悠久の平和の後、炎が龍の王を倒すとき、炎の孫ナーガスが現れ、炎を打ち消さんバグーラは意に介さず、竜王の娘マナーサを人する。マナーサはバグーラとの間に娘エスリーンを設けた。30年が経過し、帝王となったバグーラは、 魔性界のほぼすべてを手中にしていた。竜王直属であった水界の魔人たちは、将軍、オアンネスを中心とした抵抗を続けていたものの、恐怖によって引き入られた地下税園三回の連合軍によって、ついには陥落した。しかし、その直前に、オアンネスの娘ディーナは、父よりナーガスタンを命ぜられ、魔性界と人間界をつなぐ、恵使いの鏡の守り主であるティアと共に、 人間界へと赴くのだった。人間の少年、霧山龍輝は、母こそ幼い頃に亡くしていたものの、父、輝康と幼馴染みの少女、美、森幸をはじめとした人々に囲まれ、ごく普通の日々を送っていた。しかし、旧友が授業中に、謎の死を遂げたことを皮切りに、ついには、クラス全体が、謎の生物に食い殺されるという会に遭遇する。 現れた化け物は、魔人ドリワームと名乗り、龍明の母が人間ではなく魔人の王女であると告げる。そして、ドリワームの職種が唯一生き残った幸に及んだ時、龍明の中で魔人の力が目覚めた。各人物は、種族で分類しているが、ハーフなどの分類し難いものに関しては、本人の認識等によっている。各説明を参照。魔人の本来の姿は、 自然界を滑る精霊の蝶である。太古の地球には魔人は存在せず、精霊だけがいた。精霊を滑る大地母星の下で自然の営みを司り、地に生命を栄えさせていたのである。やがて人間が誕生し、自然を神として崇め始めたとき、まず信仰を集めたのは、恵みを与える大地母星であった。そうして、大地母星は大地母神となった。これが、 最初の魔人である。人間の信仰の力は、神聖派として魔人の力、神力とも言うの源となる。人間の信仰により巨大な神力を得た第一母神は、その力で様々な神々を生み出した。その神々が、さらに信仰を集め、神聖派を得る代わりに人間に、自然の恵みを与え、双方は互いに発展していった。しかし、 人間は文明を進歩させ、もはや自然の力に頼らずとも生きていけるようになった。そうして神々すなわち魔人への信仰は衰え、神聖派は乏しくなり、自然は破壊されていった。特に水の魔人たちは、水という水が汚されたために、火に火に弱っていくこととなった。逆に炎の魔人たちは、心力自体は弱まっているものの、その活力源である炎の力が、 人間の文明で多用されたがために全体として見れば力を増している。エンマシンエンマ人は炎の力を司る魔人である。人間の怒りや憎しみを神聖派として己の力とすることができる。本編では説明されなかったがもともとは変化を司る者たちであり、世界を大きなエネルギーによって変化させ循環させていく原動力が 本来の縁馬神の力であった。だが、変化の過程上で発生する破壊に人間が関心を寄せ、そのような面をあがめ始めたことで、作中のような破壊のゴンという性格が形になっていった。死ぬとその体は炎となって散っていく。作中では敵となる縁馬神だが、はるか昔には当時の円馬王と龍王は仲が良く魔性界の危機に際して、 共同戦線を張ったという逸話もある。縁馬六将軍エン馬人の中でも最強を誇る六神。いずれも人間界で力ある存在として崇められてきた者たちだが、現在はバグーラ直属の将軍としてナーガスに襲いかかる。その炎の神力は沼を一瞬で干上がらせ、大地を溶かすことができるほど。しかしバグーラは彼ら六神が束になってかかってもかなわないという。 水魔人水魔人は、水の力を司る魔人である。人間の愛を神聖派として、己の力とすることができる。しかし、人間界の水が汚され、人間たちの心も、恨みや、憎しみ、イコール縁の神聖派に傾きがちな昨今、水の神力はその力を限じられてしまった。そこを縁魔神につけ込まれ、攻め込まれて陥落した。だが、わずかに生き残った者たちは、 救世主、ナーガスの伝説をよりどころにし、その後も抵抗を続けている。竜族本作では、いわゆる竜、ドラゴンは水界に属する。その強大な力ゆえ、人間界でも多くの神話で神とされ、また悪魔灯された。本作での竜は二種族あり、片方は、輝き竜族、もう片方は、暗黒竜族である。この項目では、竜族の血を引く登場人物を紹介する。 ただし、霧山竜明、ギレウスについては奇質の各項目を参照。輝き流族輝き流族は、水海においては最も有力な一族で、おそらく一族の長、竜王が水海の王を代々務めている。その姿は、純粋な水魔人であれば、人間界での東洋の竜が多いようである。混血となると、西洋のドラゴンの形となったり、 二足直立の竜人のようになったりもする。が、魔人の姿は、多種たようであるため、絶対ではない。体のどこかに竜玉と呼ばれる宝玉を持つ。竜の血が濃いほど大きいようである。力を使う時に光を放ち、その光の色は透き通った青。だが、縁間の血を合わせ持つ者が、この外の要素イコール怒りや憎しみなど、他人を傷つける。 破壊的な感情に染まった時には燃えるように真っ赤な光を放つ。暗黒竜族暗黒竜族は邪悪な心を持つ竜族である。自分に逆らう者は人間であろうと魔人であろうと皆殺しにするため、水界では嫌われ者となっている。人間界の伝説で退治される竜の多くは暗黒竜族である。人間界の伝説では暗黒竜族の多くは炎を吐くが、 この理由は、はるか昔にエンマと根血したためだという。竜王ラージャス存命の頃は、彼の強大な、神力でもって、偏狂に封じられていたが、竜王死後は、封じの神力が失われ、暗黒竜族がいつ報復に動き出してもおかしくない、状況にある。実際には、作中で彼らが、積極的な行動に出ることはなかったが、一族の女が、カズとバグーラの子をはらみ、 その子の炎の心理域で焼き殺されたらしい。反抗軍竜王が倒れ、水海最後の砦が陥落した後も、水海の者たちがこの海に屈することはなかった。残党同士が集まり、バグーラにさらなる抵抗を続けている。しかし、その勢力は一人の戦士ですら大きなダメージになるほどに衰えていた。魔性界に赴いた。 ナーガスと出会うことで希望を見出した彼らの戦いは大きな転換期を迎えることとなる。この校では反抗軍に属する水海の戦士を紹介する。便宜上、鳥で陥落前の残党の将であったオアンレスもこの校で説明する。風魔人風魔人は風の力を司る魔人である。また、大気の力や寒気、暖気、気圧などを斧が力とする。 例外なく、飛行能力を持つ。飛行能力自体は、他の境の魔人にも持つ者がいるが、速度では、追随を許さない。バグーラの恐怖の支配を受け、あるいは自ら進んで、この海側に見方している。地魔人地魔人は、地の力を司る魔人である。人間界に存在する大地や岩の力、人間外の獣や虫の力を己の力とする。特有の能力として、 陰形の術があるが、すべての血魔人が持ち得るものかどうかは不明である。風魔人と同様に、バグウラの恐怖の支配を受け、あるいは自ら進んで、炎海側に味方している。死ぬとその体は、土くれとなって崩れていく。その他の魔人界の分類が不明の魔人、またはもともと魔人ではなかったものである。この項では、各魔人が使用する、主な技を解説する。 真相は、成長したギレウスが、憎しみの力にとらわれるように、誕生直後に、バグーラによって殺害されてしまっていたというもの。炎の孫を産んだとはいえ愛しい娘に変わりなく、いずれ時が来て、自らの行動に対し深く反省したら、封印を解くつもりであったと述べていた父方の、親戚は不明、母方についても母、おじ、祖父、祖祖父以外の登場はない。ありがとうございます。